さっき、絡んできた連中ですけども、報道ステーションでね、安藤桃というアナウンサーが会うとかわけのわからんことを言い出しきて、僕は YouTube で言ってるんですよ。身勝手に会うって言っちゃダメだって。で、その内容を録画する前に、先に会うって言ってきて、で、その辺、5名、男。男2名と女3名が喧嘩売りに来てる。だから付き合ってんのとか言ってきて。あいつら昔から来よ。子供の頃からや。あれでもう今から、十何年前まで遡って、いや、もっと前からかもしれんわ。小学生とかの頃から。夜中、学生が出歩いてたこと、いっぱいある。喧嘩を生きとった連中。自分たちが正しいことして、あいつは浮気者だって勘違いして。あいつらが浮気者やね。大体全員自分で自分のこと言い始める。客観的に第三者が見たらわかる。淡井圭介はテレビ局の連中としっかりと話し合いなんかしてない。訴訟対象相手や。基本的にな。全員とは言わん。でもほとんどの人間はそういう風な形になる。で、これを言わせたい。あいつらは。あいつらっていうのはテレビ局の人間。で、次のやつ来た。おーい、くだらん言い方してお前ら、何回も撮影しとるぞ。法廷出ろ。名前と住所と電話番号は。本当のこと言え。本当の言い方してみろ。エネルギーの残存量までどうするつもりやねん。皇族側のつもりだとかあいつらが言っていて、挑発行為を散々重ねと、1回2回じゃないから。あいつらが喧嘩見に来た。顔も覚えと、全員同じグループや。どうせテレビ局側の人間やろ。ダーティーな金の稼ぎ方して、それで楽しかったか。ええー、おい、名前と住所と電話番号言えよ。一人ずつ順番に歩け。喧嘩売りに来たお前らやろ。4人持って強くなったつもりか。最初っからお前らが根性ないんだよ。名前と住所電話番号明かせ。ストーカー行為法違反つきまとい行為、お前らが安藤桃と付き合っとったんとちゃうんか。手組みやがって鬱陶しいの。前から安藤桃とかのこと散々に言うとるわ。ああ、道路中央歩きよるわ。横断歩道渡らんと。まだ挑発行為しよるわ。世界のルールは法律だよ。言ってみろ。お前らが違法行為だよ。付きまとい行為とかな、外しとかで淡井圭介に押し付ける係とかに何とかしようとしてくんだ。それがお前らの弱さだよ。後で全部返ってくるんだよ、お前らに。さっきも男2人と女3人が絡みに来たよ。安藤桃の一言で。お前らが弱いから動かされてるんだよ。楽しいか、小中学生の頃から絡みに来て、多人数で。それで人数多くて勝ったつもり。親議員か。ありがとうとちゃうやろ。お前ら俺知ったじゃん、アホ。上位関係わきまえて言え。世界の経済から何から何まで動かしたのは淡井圭介であって、お前らとちゃうわい。 YouTube で述べとう内容を読め。日経平均株価1日で1000円以上下がったやろうが、それが実態や。お前らの実力なんざ腹くそ以下や。あいつは多分やる業界や。あんだけ普通に喧嘩売ってくるっていうことは多分そうや。まあ髪の毛の長さややこしかったけども、世界のルール法律ですからね。国
籍も調べた方がいい。どうせまたなんか、もうこれ韓国とか北朝鮮とか中国の政府でね、例えば韓国だったら、以前だったら慰安婦問題とかのニュース散々流されて、国家がめちゃくちゃなったでしょ。ああいうやつら、全員対処したい。テレビ局のアナウンサーが会うって言い始めて、歩き回り始めた人間、あらかじめスタンバイしてる。喧嘩売りに。で、安藤萌が会うって言ってたシーンは、録画していたけども、なくなってる。これが実態。多分あいつはデッドシーンしてない。してるやろ、何も。どうせドラマ関係。鬱陶しい、本当に。ああ、腹立つ。本当に腹立つ。あれがあいつらの人を寝させなくさせる方法。もうだから、報道番組が始まった時点で、あの茶髪のアナウンサーとか出てる番組、絶対敵対者が淡い系ですけど、多分全員がそう。で、そいつらと組んでる連中、もうこれでまず間違いない。淡い系ですけは、この十何年間テレビ局の人間と話し合ったことがない。テレビを通してのあの話し合いっていうのは、あれ話した方が一方的に睡眠不足にさせられる。電波でずーっとテレビの電源オフにしてもごちゃごちゃ言われて。で、あいつら会うっていう言葉で、淡井圭介を絡みに来る連中と合わせと。あいつら安全なところや。まあ今日も YouTube 上げてた内容か、その前の日の内容か、ダルビッシュ有も涙になってたよ。あいつも淡井圭介に会いに来た方やからな。フルスラパークのバーベキューコーナー B テラスや。あいつはまた中学生の頃や。毎日これ、こっちはだから自分からあの報道見るとき撮影しとかんかったら危険。髪の毛染めてるアナウンサーが出たところ。これが淡井圭介の今後の役割を担う人間の、絶対的な法則で、あいつらが、そういうふうに、喧嘩売りに来る人間を回してきている以上、安藤萌自体この近辺の人間の出身の可能性ある。年齢が近い。最初に仮に来た5人組とさっきのやつとなってくると、動物病院のモモ動物病院、どうせ安藤モモっていう名前は偽名なんだろうけども、あとさらに言うと、今日は報道で流れてたのは西山ファームっていうところの、まあ、フルーツ関係の詐欺事件な。本当の実態は政府は分かってるんだけども、ああいう一人一人に対して対処してない。以上。昔から聞くと、さっきの4人組はだいぶ前から、淡井圭介と年齢近い連中やわ。あんだもう26年ぐらい前から。
だからそいつらがもし小中学生の頃から昼間からとか夜からとか絡んできてるんだったら、だから、挑発行為は刑法でもある。で、いや何条とかいらない、いらない、もう回答ホームページで、だから騒乱の罪とか集団での、あとは威嚇行為複数だから、あと挑発行為もある、ワンセットで脅迫行為でもあると思う。テレビ出演してるのであれば、お金の支払いがまだないから、テレビ局から本当払わなあかんことばかり、お金で、テレビ局関係者として喧嘩を売りに来てたっていうことになる。な、各自立場は人それぞれだから、淡井圭介がもともとこういうことが二十歳ぐらいの頃にあったから、毎日だから、それでテレビ局に警察官がたくさん入り込むような形になってました。あとは迷惑防止条例違反と、ちょっと僕も同じ流れになってますね。あいつら僕が怒るまでずっとヘラヘラヘラ笑いようから怒らされますね。うん、君が入院とかいう声が聞こえてきたけど、怒っただけで入院させようとするんじゃなくて、淡井圭介の自宅まで、挑発行為を言いに来た人間を入院させたいっていうよりも、入院させたらダメ、罰金刑で淡井圭介